さんと宮迫さ,さんが宮宮城っていうあの焼肉のレストランをなんかお互いにお金を出しして渋谷で始めるっていうので。 あの渋谷のこんなところにあるんだって言うので内装とかかっこいいおしゃれとか絵とかかっこいいみたいなところで始まってあのお金を出すヒカルさんも宮迫さんもそのお店初めて来てるんですよその後にじゃあ肉試食してますっていうので最初の肉は結構美味しかったみたいであいいじゃん美味しいじゃんってなるんですけど3食目ぐらいから空気悪くなるんですよ宮迫さんがお店の飲食系のコンセプトを宮迫さんが担当でヒカルさんが多分広報宣伝担当だったっぽいんですよ これまずくねとか、いや、これないでしょみたいな、あの、食い物の文句を光さんが言い始めるんですよ。で、宮迫さんが確かになと思いながら、それは俺の責任だから一緒に文句を言うことができないっていうので、すごいなんかあの、口数少ないんですよ。で、びっくりするぐらい口数少なくて、もうめちゃくちゃ面白いんだけど、僕が見る限り、あれはガチで失敗してますね。<laughs> 演技でやってる場合であれば、 さんはこれの責任者を外すすすべきででねとは言わないんですよ要はその誰が責任者で担当者かっていうのはそのメンバーわかってるわけじゃないですかでもこんなにひどいものを作るやつは外した方がいいよねは演技でも言えないはずなんですよ要はあの演技でわざとまずいもん出してるんだったらその担当者の人の人生が今後まずくなるわけじゃないですか。 要は変な料理を出すやつっていうのをチャンネル登録者数何百万人のヒカルさんに言われたってなっちゃったらその後飲食店やってけないじゃないですかだからそのわざとストーリーでやってるんだったらそいつのせいだとかやる気がないとかそいつは味がわからんとかって言わないはずなんですよでそれをヒカルさんが言ってると で、これが、笑いとして変えるんだった。宮迫さんが、いやいや、言うても、みたいな、笑いとして変えるんだったら、まだ成立するんですけど、もう宮迫さん、終始黙ってて、あの、口数めっちゃ少ないですよ。だから、あれ見て、あ、これ、ガチだな、と思って、宮迫さんのね、あの、俺、責任あるじゃん。だから、まずいよねって乗っかるわけにもいかないけど、でも、まずいというのを認めないわけにはいかないっていうので、ずっとテンション低いんですよ。で、光さんは多分ね、どっかのラインで切り替えができちゃって、 このプロジェクトは失敗したと。で、失敗した以上は、もうこれはクソだっていうので、面白いネタにして動画の再生数を伸ばした方が、まだマシであるっていう。いや、自分でも出資してるから、損してるんだけど、これを下手に擁護する、して、損を拡大させるよりは、むしろ面白動画にした方が、より再生数伸びるっていう切り替えをして、どんどんバッシングし始める方向う行くんで、それもそれで面白いですよ。 っていうあこの人切り替えうまいなと思っていや本来であればそのチェック次第お前が悪いって話なんですよあるいはひかるさんがこれまずいとかって言ってるんだけどいやいやいやお前のせいだろってのあるのねでただそのひかるさんが安く美味しいおいいいししし肉を提供したっってて言い出しちゃってるんですよでそうするとじゃあ価格は、まあ、安くって言ったら2万円コースで2万円らしいんですけどコースで2万円で満足できるものをきちんと出そうとすると削れるのってもう 食べ物の原価しかないんですよ。安い肉を仕入れて安く売るしかないんですよ。これ失敗するパターンだなと思ったのが、一頭牛を買いましたと。いい肉を出そうとすると、その高級な部分だけ買うっていうのができなくて、一頭牛を買って、それをばらすっていうのをやると、割と、あの、いい肉がそれなりに安いんだなんで提供できる可能性があるんですよ。 でもそれをやっちゃうと、そう血抜きがきちんとできないので、あんまりその肉の見た目が良くならないんですよね。要は血が残っちゃってるので、ちょっと赤黒い感じの肉になっちゃうと。 なのでそのきちんとバラしてその枝肉にしてその状態で保存してっていう形でやればまだうまくいくんですけど、まあ、その1頭丸々なのでそ,のそもそもあの部位に分けて冷凍するとかもできませんよ冷蔵するとかもできませんよっていうのがあって結果としてそのあんまり見栄えの良くない肉になっちゃったんですよね安く美味しい肉を作ろうとすると見栄えが悪くなってしまうとでそこでそのヒカルさんが言ってたので、ね、いい肉だけを買えといい肉じゃないものを買うなって言ってたんですよそれ基本不可能なんですよ あの、カレー屋とかタピオカをやるんだったら、全然あの、僕、インフルエンサーがやるのありだと思うんですけど、飲食店で、さらにね、肉とか魚とかね、あの、鮮度がかかるものはね、どうやっても儲かんないんですよ。多分やるとしたら、もうヒさんと宮迫さんが自腹切って、もう本当にその、いい部署だったら、100万でも買うわっていうので、金出すっていう形じゃないと、あのビジネスモデルは成立しないんじゃないかなっていうのを思いました。はい、すいません、長くて。